どうもマナッチです。マナカタのへようこそ。このチャンネルはですね、マナッチの気ままなガレージライフということで、車に関する情報だったり商品レビュー、あとこのガレージで行う日常をお伝えするようなチャンネルになってます。チャンネル登録をお願いします。ということで本日の企画はフィルムとなっております。今日の施工するお車なんですけども、トヨタのクラウンハイブリッドという車になってます。いい車ですよね。今日はセダン系のリアガラス、後ろの一番大きいガラスですねの施工にちょっとフューチャーしてお伝えしていこうと思ってます。やっぱり後ろというのは熱線があったり、あと大きいですから、まあ2枚で貼るのか1枚で貼るのか、成形の仕方はどうなのかということで、ちょっとポイントがやっぱりいくつかありますから、それも一緒にお伝えできたらなと思います。それではどうぞ。はい、ということで本日の車クラウンハイブリッドでございます。すいません、ちょっと暗いですが、クラウンハイブリッドロイヤルサルーンでございます。すごく綺麗にお乗りになられているお客様でして、もうホイールなんかはビフォーはこのような感じになりますね。はい、ということで早速後ろからやっております。最近髪型が決まらなくてイライラしている久保さんです。すでに2列目はですね、シートを外してあります。前回シーマの動画でもお届けしましたが、やはり狭い場所ですので、場所を広く取るためにもですし、施工をしやすくするためにもこうですね、こんな感じです。もうシートを外しております。手順的にはいつもの通り、まず成形、型を取ってから成形なんですが、このハイマウントの場所ですね、そこはしっかりきれいにくり抜きをしておきます。その後フィルムの型を取り成形をし貼っていくと。本日もリアガラスは広いですけども1枚張りで行います。今日の使用するフィルムですけども、シルフィードの 8%、 横も後ろも 8% ということです。もともとね、こちらも色が少し入っているプライバシーガラスということでありますから、まあ、8% でも全然濃さは問題なく出てくると思われます。体全体を使ってこう大きくやっていくんでしょうね。今後ですね、もしかしたらカットされるかもしれないですが、あのコメント欄にて、久保さんの生態ということでご質問いただき、見事採用できましたら、この YouTube 内で久保さんの生態を少しずつお伝えしていこうかなと。結婚はしているんですかとかですね、生まれはどこですかとかですね、そういった身の上話も全然オープンに話してくれると。フィルムと違って隠さない、なんちゃってそれでは成形に参ります。ここが非常に大事なポイントになると思います。はい、今ヒートガンでですね、温めて、はい、熱でフィルムを伸ばしながら形を作っていく作業になります。この成形もですね、ウェットとドライ方式と2種類あるらしいのですが、これがドライです。これがドライ方式と、それぞれ特性やり方ね、あの好き嫌い好むと思いますけども、当店ではこのやり方をしております。職人の技を近くで、グリップでちょっとずつ空気を押し当てながら、フィルムを伸ばしていくというか、形を整えていく、そんな作業ですね。本日はこのリアガラス、一番手間暇のかかる成形が大事と言われているポジションの施工をお送りしております。はい、今ハイマウントの部分はもうくり抜いてですね、セパレートのところをですね、くる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 やるという作業、なんて言ったらいいか分かります。車内でこれを取ることができないので、狭いですから、先にやるためにこのように1回剥がして、水を置いてまた元に戻す、中でバラすために今その下準備をしているといったところです。そしてまた元に戻します。で、表面にもとにかく水の量を使えば使うほどですね、安全だということになります。ここですね、ちょっとずつちょっとずつ丸めていきます。
後ほどですね、自分でまた開くわけですから。はい、ということで最後貼り付けに入ります。しっかり養生をしてですね、シートは背もたれも全て外してあります。意外と見落としがちなんですが、スピーカーもですねしっかり養生しておかないと、水を大量に使いますから、こちらもですねしっかり養生してあります。まずはガラスをきれいにするんですが、だいぶ汚れてるんですよね。後ろというのはクリーニングでも僕ら窓拭きますけど届かないんですよ、なかなか奥の奥まで。箸っていうかね、棒を使ってこうベースをねかませてやったりもしますけども、すごく汚れが意外とこう取りにくくて残りやすい場所なので、しっかりまずこれは清掃してからじゃないと貼れないと。貼ってもですね汚れが浮いて目立ってしまいますので、しかも熱線もね一緒にありますから、そこのクリーニングはしっかりした上で貼り付けを行う形になります。だいぶですので水はいつも以上に使うんじゃないですかね。で、先ほど成形をした、型取りをして成形をしたフィルムはすでにもう久保さんの手元にあります。さあこれですね、今巻いたものを自分で戻しながら、ここですね気をつけなければいけないのは、ゆっくりゆっくり戻しながら形を見ながらですね、かつやはり水をまたフィルムにも拭いて、ガラスにも拭いて、1枚ですから一気に貼っていく、下から合わせている格好になりますね。下端から合わせて、通常のねガラスだと真ん中ピタッというケースもあればですね、いろいろ場所に応じて付け方が変わってきますが、特にこの後ろリアガラスに関しては1枚張りですので慎重に行っております。この角度の方がいいかな、はい、内側から見るとこんな感じ、ほぼほぼわからないですね、久保さんが、はい、ちょっとずつめくりながら下を合わせ上を合わせ、そしてまためくりながら、一旦貼れてしまえばあとはですね空気を抜きながら調整できるので、ここもですね全ての中内張りもバラしております。はい、この最後ですね、ここホコリがくっつかないようにスッと、はい、スッといきましたね。はい、そして今最後水抜きをしているところですね、微調整が終わってですね、水をつけながら空気を流すのと、最終的に今張っているという段階になります。中央からこれちょっとずつ外に向かって空気等を取っていきますが、これをね変な話を怠ってしまうと、よく俗に言う空気が入っているじゃないか状態になるわけですよね。なので何回も、特に大きい一枚張りですから、一箇所にね空気があればそれを外まで、一番外側まで追い出してあげなければいけない、そんな作業になります。そうですね、この最後のところで折れないように力加減が難しいんですかね、なんかこう外から見るとよくわかりますね、空気が抜けていく感覚っていうんでしょうか。はい、ということで施工終了しました。やはりですねシートすべて取り外したということもありますので、少し時間はかかりましたでしょうかね。まあでもそれでも最終確認合わせて2時間半以内には終わってるかと思います。すでにここも終わっております。この小さい三角窓もですね全く見えない状態ですね。そして後ろこのような形になってます。はい、両方も開いておりますが、このような形、最後ですね最終チェック、あと水を切る町になっております。このように中からは見えますね。はい、ということで本日も終わりました。お疲れ様でした。本日はクラウンのハイブリッドということで、特に後ろリアガラスに関してフォーカスしてね、施工のポイントを絞って流しましたけど、やっぱ狭いですね中が。そうですね、最近のセダンはもう後ろのガラスが寝てるんで、うん、やっぱり一番奥がものすごい遠いんですよね。絶対背もたれ あのシートは外さないとやっぱり無理ですか。いや、なんていうんですかね、要は最近の車は結構ガラスが寝てるので、寝てると角度がついてる。そうですね、ガラスが寝てると後ろのそのボードとの角度が狭くなると、うん、
あとこうちょっとモコってなってる。一番下の角のところにヘラが入らないんですよね。ヘラすら入らないんだ。そうですね。だから水抜きが大変なので、あそれがもうちょっとでも落ちてて、ちょっと広ければ、うちハイマウントの部分だけ外せばいいんですけど、どうしてもその角がヘラが入りにくい、水抜きにくいんで、まあ、ボードを外すのに全部バラさないとっていうことなんですね。まあね、外す手順なんか分かってる人ではパパってできますけど、もう何千種類って車があるわけでしょ。そうですね。それを覚えるのがね、要領はなんとなく一緒だとしても、そうですね。難しいかなと、はい、最後にこう、ベラって貼るわけでしょ、はい、いやあれはね、なかなか暑さもあるし、狭さもあるし、大変なのかなと思いましたけど、まあさすが、その辺はね、職人技ということで。ということで、本日はクレアハウビュートのフィルム施工ということでしたけども、次回以降も楽しい動画アップしていきたいと思いますので、いいね、もしくはチャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。それでは本日は最後までご清聴ありがとうございました。